去年卒業した秀才の師匠先輩憧れの人は先輩城島君でも、僕だって先輩のは、先輩のことは俺が七条先輩と付き合っていたのは知っていただろうが大体、お前みたいなボンクラが七条先輩に釣り合うと思ってんのかよ俺の備品と交換しろよ七条先輩はな、俺のものなんだ処女だって奪ってやったんだあの時の姿をお前に見せてやりたいぜ俺のチンポでヒーヒーよがってたところをな僕だってずっと先輩のこと何それに七条先輩はもう僕のものなんだてめえちょっと童貞捨てれたからって一気にそのくらいにしておいたらどうだ先輩城島君、女性の初体験について言いふらすのはあまり感心しないのそれにヒーヒーとは言ってなかったと思うがまあ初めてを重視する気持ちはわからないでもないよ私も新見君の初めてをもらった時は高揚したからねこんな大量に彼氏もいないのにどうしたらそれに大きすぎないそれになんだ目の下にクマがあるな寝不足かはいそんな体調で酒を飲むな体に悪いだろうが何か悩み事でもあるのかひどいと思いませんみんな私に断りもなく結婚しちゃってご祝儀貧乏ってやつか私なんで早く素敵な人と結婚したいのに、ね、おい渡瀬ここで会ってるかはいしっかりしろまったくあれだけ言ったのに、もう読めないこんなに並べて何発やるつもりだしかも XL 違うんです実はというわけなんですだからちゃんとモニターをしないとって悩んでいて本当に男はいないってことだなえじゃなくてな会社員たるもの普段の業務に全力で当たるまた始まった抜けているが真面目なのはお前のいいところだありがとうございます本当に XL なんだなそうなんですだから無理なので断って返却するつもりです無理XL ならここにある須藤さんが XL その協力してもらえませんか装着感とか家で使って教えてくれるだけでもバカカップル向けのモニターなんだろうはいお前がいないと意味がない俺のが立つようにエロい顔して見せるんだな須藤さんの立たせるなんて一人でモニターの務めは果たせますあれにゴムをかぶせれば XL の代わりになりますだからもう私に構わないでくださいだからそれは俺がそんなのお見合いの彼女とやってくださいやはり盗み聞きしてたんだなはいその褒めていただいてありがとうございますえ期待していいんだな
俺が見合いをすると勘違いして嫉妬したと。あ、ま、そう思うとあんなバカな行動も可愛いもんだ。それはその誤解です。のエックスウェルの方がはるかに格上だ。そろそろ俺も我慢できない。怖いなら無理しなくていいと言えたらいいんだが、もう限界だ。お前を俺でいっぱいにしたい。須藤さん、はい、こんにちは。空いてる席にどうぞどうぞ。